アポロ・マーベリックは中央競馬に所属していた競争馬。馬名は冠名であるアポロ・アメリカの空対地ミサイル名より、障害競争で顕著な活躍を見せ、障害重傷は2013年に東京ジャンプ・ステークスと中山大障害、2014年に中山グランドジャンプを制覇している。功績が認められ、 最優秀障害馬を2013年と2014年の2年連続で受賞している。2011年11月26日に東京競馬場の2歳新馬でデビューし3番人気の7着に終わる。2012年2月の3歳未勝利戦で初勝利を挙げた。その後は2012年9月の500万条件戦に勝った以外はすべて2桁着順と惨敗を繰り返し、 2013年1月の1000万条件戦で11着に敗れて以来、障害競争への出走を始めた。中山グランドジャンプ2013年3月30日に中山競馬場の障害未勝利戦で、障害転候2戦目にして、障害初勝利を挙げた。障害オープン5着を挟んで、初の重賞挑戦となる東京ジャンプステークスへ出走。 終始2番手でレースを進め、スナークスペーンを下し優勝。安城の草野太郎と共に、重賞初勝利を挙げた。続く2013年10月2日の東京ハイジャンプは5着。2013年12月21日に、JGI 初挑戦となった中山大障害では、レース途中で先頭に立つとそのまま2着に八場審査を、つけて圧勝、JGI 初勝利を挙げた。 安城の井原氏雄介にとっても初の JGI 優勝となった。2014年は、ペガサスジャンプステークスから指導し3馬審査で勝利。続く、中山グランドジャンプを5馬審査で逃げ切り、JGI2 勝目を挙げた。12月20日に、中山大障害へ出走するも、レッドキングダムの2着に敗れる。2015年も、ペガサスジャンプステークスから指導して5着。 以後、中山グランドジャンプでは5着、京都ハイジャンプでは3着、東京ハイジャンプでは8着、イルミネーションジャンプステークスは3着。中山大障害に出走し3番人気に押されるも、2週目5号、障害手前に置いて、左第3、中手骨開放骨折を発症し競争中止。予後不良と診断され安楽死となった。以下の内容は net com、netkeiba.com。 およびジャビスサーチに基づく、引用エラー、注釈という名前のグループのレフタグがありますが、対応するレフレンスグループイコール注釈タグが見つかりません。ありがとうございます。